皆さんこんにちは。ぶんまるパパです。ぶんまるママです。今日は再びエアバギーさんにやってきたんですけれども、何をしにやってきたかと言いますと、ついに揉めに揉め、悩みに悩んだチャイルドシートを買いに来ました。イエーイ。迷ったね。迷った。決まらなかったね。全然決まらなかった。そうなんです。結構インスタママさんたちの人気はコンビさんだったんですけども、はい、コンビさんとアプリカさんとマキシコシさんで悩みまして、で実際こう自分たちの車に乗せてみてどんな感じかっていうのをそういろいろ試させていただいたんですけれども、私たちは、にすることに決めました。まあね、一長一短あった。もう全部いいところで、まあちょっと足りないところあって、一長一短あって全部良かったけど、まあその中で総合点が高かったのが、そうね、まあ俺たちの中のね、そうね、はい、ということで早速今から購入手続きを進めたいと思います。イエーイ。重たいのにありがとうございます。これは回転式ではないんですか？回転式です。あ、はい、この前つけたのとメーカーが違うもので、はい、回転するタイプになるんですけども、はい、足がとあるタイプ。ああ、なるほど、なるほど。はい、はい。こんな感じで。なるほど。タイプ。こんな感じで。なるほどですね。で、ここで押していただいて、はい、このまま新車で感じにで乗るって感じですよね。なるほど。反対側もちょっと、足がある分結構しっかりがっちりつく。はい、この前つけたものよりは結構がっちりついては、やっぱ結構出っ張るね。出るね。これがあると、これ自体をでもガッチャンガッチャン付け外しすることはないですもんね。そうですね。お車がその変わる一台で使うとかであれば、はい、そんなに使う頻度は変わる頻度はそんなにない。そうですよね。シートの後ろに、はい、アンカーが来るので、はい、もう上げ下げは結構簡単に。こっちだとまあ突っ張っている棒をちょっと一回外し起こしていただいて、移動してから最後固定するっていう感じ。でもカバンとかベビーグッズをさあここに置こうと思ったらさ、3列目いけんじゃん、なかなか。だけどここに置こうと思ったらこの足がない方がいいよね。ない方がいいね。これが87センチまで後ろで使えるので、はい、まあ、2歳半ぐらい、はい、こっちは105センチまで使えるという感じです。はい、後ろ装着を長くされる場合はこっちが長め。これはリクライニングはないんでしたっけ？今ですね、今リクライニングをしている状態で4段階なんですけど、はい、これ上がらないんですか？あ、今ですね、両方押していただいて、結構硬いんですけど。あ、そういうこと、硬いだけなの？持ち上げたらいいよ、その棒自体をギュッて、うん、上を持ち上げたら上がった。上がった。まあまあやね、これだから足元に荷物は置けんくなるってことやね。これの特性が、まあ、まあまあ抑えるんで、でもシートを動かしたいとき上げればいいかなと思ったけど、この上げる作業ってまあまあ重たい、硬いですね。ちょっとそうですね。でもかといってこれもちゃんと安全基準は満たしてるんですよね。そうです。あの、どっ
値がアネスが高いとかはなく、まあ、こっちこその違いではよるんですけど、はい、こちらもアネスが高い、はい、うやっぱこんだけ違うもんね。赤ちゃん乗せてみます。挟んで不器用がバレるね。で、これを引っ張ってあげる。で、で、OK。あ、出た。なるほど。これが、ここまで寝る。それが一番寝た状態。そう。はい。ここからここまで。ああ、起きる。ここまで座れるともうこっち向きよね、使うときね。まあでもこの足がやっぱり気になるね。そっちにじゃあ赤ちゃん乗せてみる。続いてこちら乗せてみます。巻き少し。今が寝てる？寝てる。一番立てると？一番立てると多分角度はあっちの方が何段階かになるよね。で、足元。そう、でも足元はこんな感じで全然荷物が置ける幅が違う。角度が結構あっちが、はい、回転式のチャイルドシートの中では結構傾斜が22度ってすごい傾斜する角度になるので、はい、結構寝てるようには見えるんですけど、実際は全然こちらもあのジャングルシートとかもないので大丈夫。なるほど、はい、じゃあやっぱりスペースの有効活用ということで、はい、サポートレッグが唯一チャイルドシートの中でないこの巻き腰のアクシスフィックスプラスっていうのにしようと思いますが、どうでしょうか。決定です。決定で、はい、よかった、やっと決まった、はい、そしたらこの巻き腰のアクシスフィックスプラスを2ついただけますでしょうか。ありがとうございます。あの色の相談とかさせていただいていいですか。はい、はーい。カラーで迷っております。この3色、グラファイト、グレー、ブラック。ぶんまるパパは何色がいいと思った？グレーで。グレーで。車に馴染むのはブラック。シートの色に馴染むのは。でも明るくなるのはグレー。揃える？バラバラにする？悩み中。グレーでいいんじゃない？グレーにする？はい。じゃあそうしよっか。やっと色が決まりました。ということで購入していきたいと思います。